の部屋へようこそ本日は j 3 q h k と JQ3BVB と JJ3IUS でお送りいたしますはい、えー、今回のね話題は機材の不具合を見極めるということでね、えー、不具合の予兆についてねいろいろと経験と感をね皆さん、ね、持ってらっしゃいますのでね お聞きしたいと思います。はい、ええー、それでは、まずは I. U. S. さん。はい。はい。一番経験と考が長い I. U. S. さんからどうぞ。<laughs> <laughs> あの、まあ、私、あの、長い間、あの。えー、修理、家電とかね。えー、機材の修理担当しておりましたので。えいろいろ予兆はね、感じることがあるんですけども。 えまずあの人間と一緒でねあの熱を持ってくるとねおでこに手を当てて熱くなってくるとこれはちょっとおかしいなということになるんで機械も同じようにね熱くなってるとえよくあの故障したりあの故障の伝調であったりすることがありましてねあとは音ですねあのファンの音が大きくなってきたとかね 中でチリチリと音がしてるとかねイオンがしてるってそんな感じはもう即故障に近いですねあとはあのまあオーディオの製品ですので、えー、ちょっと音が歪んできたりそんなもありますね予兆としては。あとね、まあ、今はあの IC の のブラックボックスなんでねよく分からない中がよくわからないんですけどね昔のねあの真空管のテレビとかラジオだったらね、えー、箱の中をのぞくと青い光が見えてたりね普段はねあのヒーターのオレンジ色だけなんですけど青い光で放電してたりするとねそこはもうその真空管が壊れてるとかね昔はよく分かったんですけどね。 あとはあのー、抵抗の焦げる匂いとかですねその辺で非常に、えー、分かりやすかったんですけど最近の機械はちょっと分かりにくくなっているような感じですねまあそんなとこですかねなるほどこれあのー、ラジオを着皆さんもこの真空管といわれるとね何ですかという世代 <laughs> <laughs> になって かなりね、えー、懐かしい真空管やなという感じもしましたけど確かにあの、ね、放電の色で、ね、そんなに聞いたことありますけど実際私でもあんまり見た記憶はないんですけどもやはり、えー、故障した機械を見るとそうなってるのかやっぱり全長でそういうのはやっぱり出てきてたんですね実際には。さんどうぞ あそうですねやっぱりねあの普段ずっと見てるとねあのちょっと違うなっていうのが分かるんですよねあの匂いにしても音にしても目で見るものにしてもねやっぱりあの機械でも分かりますね、はい、うんなるほどね、まあ、そういう意味で言うと今の、ね、機械そんな熱を持つほどの電気消費してないですからねなんか 急に止まったなって感じはねするんですけども、あの BVB さんはどうですか？最近のね機械、まあ昔の真空管は多分知らないと思うんですけど。わかりません。<laughs> はい。いかがですかね。そうですね。今の機械はこう修理してるみるとまあ変な音がするとか。 今まで過去にあった事例でいくと、まあ、送信機の片方のチャンネルの音が出にくくなってるとか、まあ、ミキサー周りでいったらあの左と右のマイクの音量ですとバランスよく音が出るんですけども片方のチャンネルだけが音がちょっと小さくなってるとかっていう、まあ、こう聞いて感じるものであったりとか。 いうのは実際ありますね送信機だとやっぱりあの過去にあった事例で言うたらあのファンの音が小さいことに、えー、BW さんが気づいて、まあ、詳細調査していくとやはり電源系のちょっと故障が実際にあったとかいうことをそういうところから発見することが多いのでやっぱり聞く見る感じるというのはやはり一番基本なのかなっていうところですね。 なるほどねね、まあ、確かに、ねあのえー、一番大事なとこかと思うんですけどこれやっぱり勘と経験がまあ非常に多く左右するんですが勘、はい、と経験が持ってる人はだんだん耳も悪くなるのでちょっと勘が鈍ってくるのかな。<laughs> <laughs> 正常な状態を知っておくのは少なくとも必要なのであの普段から毎月行ってる方であればあのこれちょっとおかしないなとかっていう話に現場でなるんであやっぱおかしいよねっていうやっぱそこから気づきなのでやっぱそれ見逃してしまうとやっぱ何かしらこう機械ってサインをくれるんですよ。 おかしいよっていうそれを早い段階で人間が読み取ってあげるっていうところですよね何かしら教えてくれてるのでまあでもその,なあの IS さんの言うね感覚的なものよりもですね、えー、b ビ b さんの方はどちらかというとこのデータを集めて、はいえね、変化を見るとかいうのが得意じゃないんですかね。 はい、805の巡視点検毎月、えー、一辺のスタジオ安全さん田に山いたり山月毎月1回回らせていただいてるんですけども全て、えー、送信機の出力であったり反射のデータあと。 ファイナルといわれるトランジスタにかかる電圧効率であったり電源周りですねなんかのデータも全てあの取ってあのずっとこうトレンドで管理してますまああのやっぱり異常が起きそうな時というのは何かしら電圧が上がったり電圧が下がったり電流が増えたり逆に電流が減ったりというところで見える場合がありますので前のデータなんでそんなん何ぼたかななんてそんな覚えることができませんのでずっとここを えー、67年分のデータはあの放送局にあるという感じですね。なるほどね。まあ確かにあのいろんな、ね、測定器や今の機器は結構ねいろんな表示が出るのでね昔言ったあれですけどね数値で表される非常にあの客観的な。 そうですねやっぱり、はい、客観的ですぐ分かるしでる、ねはい、そうです、ね、まあまあ測定する箇所がだんだん増えてきてね、えー、ちょっとあのビッグデータまでともまではいかないんですけどね、うんはい、ある程度、まあ、特定ができる範囲の故障をね見分けるぐらいのデータは、ね、集まりますので、ね、そうですね、はいえー、数値で管理してるものでいえば、うんえー、送信上関係で言ったら大体2 3 0個。 ありますで、えーまあ、それ以外に点検で、えー、これを見なさいあな、あれを見る、これを見るとか言いかけたら100個ぐらいは、毎月見てる感じですねそうですね、まああのー、あらゆるものがそうなんですけどね、やっぱり、あのー、永遠っていうのはないのでね、そうです永遠はないの,であの,その寿命をいかに延ばすかっていうの延、ね、ばすか、壊れそうなところを見極めるか。<laughs> はいね、<laughs> 難しいんですけど外れる時もあるんでこれが、はい、そうですね、まあ、ただ、あのー、この、ね、放送局もそうなんですけど、うんはい、壊れてから直すんじゃ意味がないのでねやっぱりね壊れる前にもう絶対お客様には迷惑かけないうようにね、はいえー、取り替えるなり、えー、12号機を切り替えたりとかです、ね、整備するなりねそういった対処をする。 データとしてて、ねはい、持っています、はい、でやはりあのそれぞれ電子機器なんで部品ごとにやっぱりねあの経年劣化の仕方が当然違ってくるし、うんえー、環境もねおのずとその今、ね、無線の中継所も3箇所あるんですけども、えー、それぞれの置かれてる、ね、環境が違うので同じ機械でありながらもですね えー、同じ時期に故障するとは限らないのでね。そうですね。はい。えー、まあその辺のこともね、見極めながら、えー、データも見ながら、ね、やっぱり監督経験がやっぱり一番大きいかな。そうですね。ねまあデータがいいながらね。データはその、うん、まあ阿雄、はい、さん申しゃるように、うん、その見たものの対しての裏付けなので、はいうん、やっぱり見たもの聞いたもの感じたものっていうのはやっぱりあの大事かなと思いますね。普段の状態を知っておくことがもうそれしかないんですけど。 これもやっぱりあのー、まあ一人よりもね複数の人で見る方が余計にねえちょっと見る視点がちょっと若干違うっていうのがやっぱり多面的に見れてね、うん、いいことですね、うん、はいえー、それではですね本日は BVB さんの方にね、はい、リクエスト曲紹介していただいてよろしいですかはい「えー、ハウンドドッグソングス」お送りします。 無線の部屋へようこそ本日は j 3 q h k と JQ3BV と JJ3IUS でお送りしております。ね、あの前半、ね、機材が壊れる予兆とかね五感、えー、で分かるものやデータの、ね、お話をさせていただきましたが実際に、ね、これまた不具合が発見された時にはね アイウエスさん大体機械がおかしいなと思った時にねまず叩くんですねトントンってね昔はそれで分かってたんですけど <laughs> あのでも実際ねあの叩くとあの接点の接触不良とかあのハンダのクラックとかそういったものが原因で故障してる場合は。 やははり叩くのは非常に有効なんですねあまりひどく叩くと駄目ですけども <laughs> 部分的にトントンとやってるとあの分かるんですけどもやっぱり最近の機械はねちょっとそれでは分かりにくくはなってますけども全然あの関係ないかというとそうでもないわけですねあの IC の中の中金属線がね。 あのひっついたり離れたりしてるような場合もありますので、えー、全然無関係ではないんですけどもまああの確かにねあの昔それこそねあのテレビがほんまに家入ってきた頃はねあのちょっと画面が線がいったりねなんかすると皆さんたいてらっしゃいましたね。 思い出しましまた <laughs> それを思い出す人は多分 BB さん思い出しますかいやごめん <laughs> その時代その世代の人間じゃないですけどまあ私は小さい頃はまだブラウン管の時代でしたんでなんか叩いたら電源入ったとかって記憶はあったようななかったような私の父がバーンって叩いてね <laughs> 直した記憶はあるんやけど、うん、すすぐれたような気がします <laughs> <laughs> そうですね。 まああの叩きすぎるとね寿命を余計に短くしてるのかもしれないそうです、ね、ま,まあ今のね、はい、液晶テレビとかね縛、はい芝居たらあの、ね、あの画面縛いたら壊れますんでね,そうでねの過激なことあんまりしない方がいいと思います。確かにむ昔ねそれこそあの真空管の時はグリグリっと入れてね、まあ、あの入れ直したりですね、うん、そういったことでもね治ってたんでね、まあ えー、酸化皮膜ができたり接触がね、うん、悪くなった原因はそれでね解消しますからね、はいえー、まあでも最近の機械はそうもいかないし、えーね、それ高いもんですからね無線機ね今 叩いてる人見たことないんですけどねても治らないことが多いんじゃないかな。真空管の,、ね、のリグが無線機持たれてる方やったら抜いたり刺したりとかいうので治ったりすることあるでしょうけど、ええ、まあ今のトランジスタの場合はあんまりないかな。そうですね、はい、あのただ今もうあの冷やすためにはね一応あのファンとかねで風を送ったりしてますので、うん。 えーまあ、ファンなんかはねよくその回転ベアリングに油が消えたりとかねうん、うん、そういったことがあるので多少こう軽くポンポンとねコンコンとするとねぐるぐるっと回ったりっていうことなの、ね、あ,まあ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 ありますのでねまあ今でもまだまだ使える技ですねさんどうぞそうですね。あのー あとね、あのー、ファン絡みなんですけども中にほこりを吸い込んでねそのほこりが湿気を帯びて、えー、中でリークするとかそういうこともありますしあと環境、まあ、丹,波なん丹波市なんかは非常に空気がきれいでいいんですけども都会の方へ行きますとあの空気が汚れてたりね、あのー、そうなんで中が酸化が早くなったりしてね。 あの錆びてきたりすることがあるんですよねあのまあそんなことですはいなるほどねまあ確かにねあのますよ、ねあ,まあ特にね海上でね使ってる機械なんかね海の上でね塩でねやられますからねもう全然痛みの具合が早いですね、うん、この辺はう、ね、どうですかね BBB さん はい、あの海回りの,あの放送局さんとかだとアンテナがねステンレスでできてたりとかしますねやっぱそうじゃないとくさびるんでしょうねやっぱそういうこう塩害塩害買うんですけども塩害対策は結構その海回りはしっかりとされてるんじゃないかなやっぱそうならんようするために塗装をしっかりしたりとかあのそういう対策はされてると思いますね そうですねこれはもうあの全然ちゃいますね、はい、特にあの船舶に使ってる機器なんかはね、うん、もう全然、らないぐらいの,、ね、<laughs> あの耐久性ですよね、<laughs> あれなんか。それからですね、あのーまあ、技術部の、ね、直営で、ね、いろいろできること、できないことがあるかとは思うんですが、まあ、この辺はどうでしょうかね、BUB さん。 はい技術部で我々でこうメンバーでできることできないことっていうのはあるんですけども年に1回から2回ほど送信所の夜間作業をさせていただいて送信機の出力を測らしてもらったり波形を取らせてもらったりアンテナのマッチングといいましてアンテナが、ね、要は所定の機能動作をするかっていうのを測ったり。 フィルターとかそういったところの特性が狂ってないかとかいうところを測定器を使って確認をしたりしています。あの基本的にできないことはあまりないはずなんですができないことといえば5年に1回の登録点検というのが電波法で決まってましてあ点検です定期点検という言い方をするんですね。はい、登録点検の 部分に関しては測定器の構成というのが必要になりますのでその部分に関してはあの業者さんの方にいつもお世話になっておりますまあ、ただ我々も勉強がてらやらせてもらってたますし無線設備の操作は当然無線従事者の免許を持って805の専任を受けた人でないとが一応基本的にやるようにしてますので何かしらの形では関与するようにしておりますそういうぐらいですかねはい。なるほどね あのーまあ、車の例と比べてみると車も、ね、あの定期的に車検というのがありますのでこの無線機についても、ね、やっぱりこう電波法で、ね、定められた電波の質というんですかね、はい、えお客様に、えー、しっかり聞こえるようにというための基準がございますので、うん、まあそれのための車でいう車検を受けるとう、ね、こういうことですね。はい であのー、実際、その車検で、えーね、いろいろ、まあ、詳しく検査しますから見つかることってありますよね、普段の日常の点検ではわからないけども、はい、検査の仕方が、ね、細ございますかたね放棄で決まってますのでー、はい、あの例えば LR の。 右音声左音声の変異であったり、うん、プリエンファシス特性っていうのがあるんですけどまあもうちょっと語りかけたらまた長くなるんですけど、うん、そういう特性であったりあとはスプリアス測定ですねスプリアス、えー、大気外、えー、本当にであまり出てほしくないところ。 がありますので電波はそういったところに必要のない電波が出てないか、まあ、それが基準内に収まっているかどうかあとは送信機の出力であったりそういったところを測定専門の測定機器を使って測定をしていただいてます。あ、まあ、あとはまあそ 換気扇つけたりとか日常的に送信機の,そのセットといいますかねそういう機材が山の上についてるんですけどもそういったのを外してお掃除してもう一回組み直したりとかっていうぐらいはえと技術部の方でいつもあの定期的にやらせてもらってるぐらいですね普段どうでしょうねあの一般的にはそういった作業はあの外注されることの方が多いと思うんですけどもえできるだけ自分たちの技術身につくというか。 えー、ためになるように、えー、何か障害があっても、あのやっぱり経験があると、ないのとでは大きく違いますので、えー、できるだけそういう機会を持つようにあのしています、まあ、もちろんあの、法律に定められた技術基準、えー、法,法律、その、まあ、基準がある程度ありますので、それは当然、満たした上であで、できるような形をいつも取らせてもらってます。なるほどねはい それからまああの直営でねやれる最も大きなことというとまた予備機とね取り替えたりとかと、ね、そうですね。はい、現用予備の切り替えなんかも定期的にやってます。はい、そうですね。まあそれまあ、予備に切り替えて予備のをね細かく検査したりということもね実際できますのでね。そうですね。はい。はい まあそういったところで予備の方にスタンバイになられた機材をお掃除したりとか一回、ふもとまで持って降りてきてお掃除して特性測ったり出力測ったりとかいう整備というか点検をした上でまた元に戻して何かあった時に備えるというところまではいつもやってますねねはいそうですす、ね、この、ね、車検検に匹敵するね、はい、検査ね。 あるんですけどその時はやっぱりね専門の方が来られてまたこの高い機械でねっあの手が出ないような機械でですね <laughs>、はい、非常に細かく精密にね,ね測られますのでまたあのそういったのを見ることも実際にはねこのやっぱり故障発見の ね、全長を知るなんでこうなってるのかっいう,う、ね、そうですね。はい、やっぱり理屈理論を知るっていうところですね。えーはい、やっぱりあの検査の方はいろんな局を回られてますので、うんはい、まあ予想の局で例えば、うん、こんな事例があったりとかこういうふうなことを見てみ、はい、てくださいねとかって、えー、いろいろこう技術的な意見交換もできたりとか、はい、やっぱりしますので、えーまあ、そういう機会はあの大事に。 してます、ね、やっぱ5年に1回なんですけどか関わりはねその毎年のことではないので、うんはい、薄くなりがちなんですけども、えー、まあそういったところで積極的にこっちからもどん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 こう情報交換、うん、意見出していって、はい、あの考え方とかいうのを向こうからも教えてくださるしすごいそのやっぱ有意義な現場で教えてくださるんでね、えーはいまあいやいやほんまですね <laughs> あれやっぱりいろんな局をね見てらっしゃいますので。 隅々までね、いやこの辺めちゃ綺麗にしてあるとかいうのはやっぱり検査しに来られたらね、やっぱり一目でわかるんですよ。あの言われましたね。あのかなり手の入が入ってますと言われましたね。はい。それはまあ嬉しいですよね。やっぱり言ってもらえたら。こんだけ触ってる曲もそうね全国探してないと思いますよね。はい。はいねもうほとんどね。 趣味のですからね趣味だからこそできてるっていうのもねあるかもしれませんねはい、えー、それではですね、えー、無線の部屋次回の予告告知のほうお願いいたしますはい、えー、今日8月16日再放送は8月23日です8月30日第5金曜日はエアチェック音源その4です第26回目えー、アマチュア無線の回は あいよさんからご紹介いただきましょうか。どうぞ。はい、えーっと9月6日ですね。アマチュアもて再放送は9月13日になりますえー、引き続きまして、えー、カンハムレポートその2というのをお送りいたします。お楽しみにしてください。 はい、えー、次ですね技術の回になります9月20日放送技術再放送は9月27日です実はですね7月24日午前朝早朝にですね、えー、と放送を停破する事故がありましてその内容を詳細に深掘りしていきたいと思いますまああのトラブルのことなんであのあんまりなかなか表に出てこない情報なんですけどもまあ恥ずかしながら、えー まあこういったこともやっぱりあの情報公開というか流していくのも必要かなと思いますのでせっかくなんで番組内でご紹介させていただきたいなと思っておりますまたあのこんな話題えこういう話を聞きたいですとかそういったあのご要望ありましたら遠慮なくリクエストメールお待ちしてますのでお気軽にお寄せくださいはい、えー、それではねラジオを聴きの皆さんまた来週さよならさよならさよなら